でです堺ですさあ行きましょうか youtube コメント欄から質問いただきました8年くらい前に高校1から3年でお茶日の基礎科油絵科で学んだものです<う>卒業後東京造形大絵画科に入学現在ゲーム会社でデザイナーをしているものです、うん、お茶見にいた時を懐かしく思い動画を拝見しております 今回質問させていただきたいと思いました内容は「公表会等の場で自分の絵のアピールポイントをうまく言語化するにはどうすればよいか」ですお茶見の時も大学の時も公表の流れとしては最初に「自分の作品の PR」「講師」「教授の公表」という流れがありました続きます。 うまく自分の絵の絵アピールポイント表現したかったことがうまく言葉でプレゼンできませんでした、うん、デッサンやデザインは目標が誰かに設定されているので比較的簡単に PR できますが油絵課題それ以外でもの完全に自由な表現ですと言葉として PR がうまくアウトプットできませんでした、うん、今でも人に自分が趣味で描いている絵の PR を 言葉で人にに伝えることままります理由としては何を表現したかったか何を目的にこの絵を描いたかといった目標を私が言語で絵を組み立てていない考えていないのが原因だとは思います、うん、それが弱点だと思い克服するためにいろいろな本を読んで勉強したり世界のいろんな表現を目にしてきましたが続きます。未だに 自分の描いた絵をうまく言語化して人にアピールすることは難しいです理想を言えば自分が上手にプレゼンし他人にうまく伝わり的確なアドバイスをいただければもっと成長できたのではないかとお茶目にいた時から思っておりました具体的な弊害としては講師や教授等の他人に自分が表現したいことが伝わりきれないのでアドバイスに困らせたりとんちんンな批評をもらって 後悔することがたたくさんありました自分の表現を追求していくにあたり非常に遠回りをしていた感覚がありました絵を描くにあたりたくさんの思いを乗せて描いているのですがあまりに人に伝わらないので大学に行くのが嫌になって海外放浪したり身体表現にはまる時期もありました、うん、笑い。<laughs> <laughs> <laughs> 続きます。なので今一度。 高評価等の場で自分の絵のアピールポイントをうまく言語化するにはどうすればよいかを質問させていただきたいです今になって思うことは自分の絵や表現の良し悪しは絵の結果に現れているから別に他人に説明する必要はないそもそもうまく言葉で説明する必要があるのかとは思いますが少し心残りがありました以上何卒よろしくお願いいたします 予備校の教育が就職をしても影響を与えてるっていう意味では、はあ、影響を与えてるんですかねこれは与えて,てでも大学でもこういうことがあったってことですねまあ、うん、そのそれを引きずってるっていうことでは教授に説明しなきゃいけないはい、はい、いやーアピールポイントをうまく言語化するには、うんうん えっと、はい、僕はですね、うん、自分の、はい、えっと、作品の、その。まあ、プレゼンタイム、まあ、予備校でも大学でもいいんですけど、はい、えっと。それを、まあ、なんか、録画とかするといいんじゃないかなと思います。まず。<laughs> そうです、ね。はい、なんか、こう、アイフォンとか置いといて、<laughs> はいはい、まあ、人にとってもらうでもいいし。はい、まあ、はい、録音でもいい。です録音でもいいか。うん まあ録,画録画がベストですけど、うん、まあ録音は手軽ですよね。はい、で録音してで加えて加えてというのはそれを後で聞く見る、はいうん、に加えて、はい、その時って多分友人たちが順番にやるはずですよね、はい、プレゼンテーションを。でそれを見て、えっと、どういうものになんかこう何を感じるかっていうのがすごい大事だと思うんですよ。つまり、えっと、なんかその 例えばつっかえることなく、うん、ペラ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 ーとこと流れるように喋っている人を見て、はい、あこういう感じいいなって自分が思うのか、うん、なんかつっかえてはないけど、うん、なんか違うなと思うのか、うん、それってやっぱり人によって違うと思うんですね。うん、だかかからいいろろんんなな人人ののプレゼンスピーチととを見て、うん、えっと 自分にとっての,そのなんか理想みたいなものがなんとなく見えてくるまで見るといいと思うんですよ。まあプレゼンじゃなくてもいいんですねスピーチとかでもいいんですけど、うん、なんか要するにこう、えっと、う,まうまく言語化するってここでは語られてるけど、うん、そのうまく言語化されたものっていうのは実は、えっと、あなたにとってはどういうものなのかっていうのが見えてないんですよね今ね。だからえっと あこういう何、うん、ていうのかな客観的に見るってことですねだからキーワードは、うん、自分の録音もそうだしう、ね、人のものを見てどう思うかっていうことなんですよ。うんうん、でそれを見て結構そのつっかえずにえななんかこうきちんと固い言葉で喋って、うんうん、なんか立派な感じだけど <laughs> 届かないなとっていうタイプの人のスピーチもありますよね。<laughs> ありますあります。もうちょっとたど,たどしいんだけど、うんうん すごいこうぐっと掴まれる感じもありますよね。うんうん、なんかそのなんていうのかなこうボク突な人がはいボソボソっと喋ってるんだけど妙になんか真実味があるとか <laughs> 言葉少なげる、はいだけどすごい聞いちゃうみたいな <laughs> なんかそういうのはこ,こっちの方がいいなみたいなその何人かのを聞いた時に。 私はしゃべるの得意ですよってこう出てきてサラサラサラーって喋ってる人の言葉がどうにも響かないみたいなそういうのと比べると次に出てきたその朴突な人のグッぐっと捕まれるとかあると思うんですよこっちのが聞いちゃうみたいなだからなんかそのいろんなの聞いて自分がこういうのってなんかちょっと表面っぽくて嫌だなとかこういう感じってすごくぐっと届くなとかそれはその 言葉遣いだったり、うん、あとんかもあると思うんですね見た目としゃべる言葉のギャップとかが魅力になってる人とかもいたりして、はいろいろ難しいんですけどなんかそのどういうのをやっぱりいいなって感じるかが、うん、あのすごくそういう体験をしていくことがなんかその自分の理想っていうのをイメージできていくことになるので何、うん、かその何がうまい言語化なのかっていうのは そうね、結構人によってね違う気がするんですよねその目指したいゴールが目標,目標をちゃんと見定めようって話ですよね、はい、なんかこういういう喋りを1、まあ、個じゃなくてもいいんですけど、うん、この人の喋りこの人のしゃべりこの人のしゃべり,この,のゃべりこの辺のしゃべりは届くなと、うん、なんかそういう体験をするのが一番いいと思いますし、うん、ま逆もですねそのなんか一見うまそうで何にも響かない <laughs> 中身ねえじゃん,ねなんかすごいこうかっこいい言葉ばっかり並べて よく分かんなすぎるとか<ー>そういうのは嫌だなとか、うん、そういうのも反面教師的に、うん、あのやっぱり勉強になると思うんですよ。さらさらと喋ることばっかりが大事じゃないんだなとか、うん、なんかそのだからい,いいなって思うプレゼントなんか違うなって思うプレゼント、うん、両方をやっぱりいっぱい見ることで。うんあの なんか自分の中でうまくなっていくんじゃないですかねうのはその理想になっていくっていうかのつスラしゃべるがうまくじゃなくて自分のの理想の形になっていいくと思いますよ、あのー、今多分社会人なんで大学の授業もないし予備校の授業も受けられないんで、うん、そういう他の人の聞く機会っていうのでいえば、うん、美術館でやってるそのアーティストのトークであるとかそういったもの講演会を聞いてみるとかっていうのをやってみると。うん 行ってみるといいいいいんじゃないかなかと思います、うん、あのいろんな人がねいろいろその美術館や何ていうか会場みたいなところを借りてやってるんで、うん、そういうところでその興味のあることで喋ってる内容っていうのを聞きに行くっていうのをやると、うん、結構勉強になるなと思います、まあ、そういうのもいいと思いますし、うん、もっと身近なところで言ったらそのゲーム会社の中で、うん。 あの働いてる人同士が、まあ、ちょっと会議みたいな時にコミュニケーションとか取ったりすると思うんですね、はい、そういうのの中でやっっぱり上手な人っていると思うんですよ自分がこう考えてるっていうことをみんなに伝えるのが上手な人と、うん、それがあんまり上手じゃない人っていうのを見てて何 <laughs>、はい、かこうんですね,、はい、ですねだから身近なそういうところにもヒントはあると思いますよ。なるほど、うん まあ、僕らも YouTube をやるようになって自分のこのできなさにすごくこう苛まれるというか最初の頃はちょっと見てショックでしたね <laughs> <laughs> こんなんか同じことばっかり言ってるとかこれ相対化されてだいぶその喋りに関してはいまだにできてないことはたくさんあるんですけれども客観的に見ることがなかったんで,です,、ね、あのすごくやっぱり見るようになって。はい 学べましたよ、僕は。すごく。い。ろいろ僕も学びました。この YouTube をやったことで、先生としての能力はちょっとは高められたと思いますよ。そうですね。ちゃんと、やっぱり録音とか録画大事ですね。ちゃんと喋れよ、お前って常に僕は思ってますからね、自分に。自分に対してね。もっとしっかり 論理立てて喋ってくれるのって <laughs> <laughs>、うん、なんかあとこう喋ってて。ボソボソっとなんか語尾まで言うのやめちゃったりとか、うん。<laughs> はい、だけど、あ、ここはちゃんと語尾まで言った方がいいなとか、うん、こう、後から見返して思うんですよね。うん、だから、まあ、そうやって自分の。 まあ理想に近づいていくというかおかしいなと思ったことは直すし、うんうん、そんな超高いあの表現じゃなくても、うん、まあ少しずつでいいんじゃないかなと思います、うん、あとなかなかこう自分の表現というのが言葉になりづらい場合はあの断片的でもいいんでこう書き込んなんか書いてみるライティングしてみるちょっとした一言をこう書いてそれを積み上げて私は なんとなくここら辺のことを考えているんだなっていうのを形化していくといいいいくととんじゃないかなか思います自分が何どんな表現で何をしているのかってみんなそれぞれ何て言うかそこまでバーンと言い合ってられる人って少ないと思うんですよ。何分迷ってるはずなんでいろいろな表現に関して自分自身も迷ってるしいろいろなことを考えながらやってるんで。うん 大枠ここら辺なんじゃないかなみたいのをちょっとこう書き出してみると見えてくるっていうのがあるしあとその言葉としてはもう途切れ途切れかつ何て言うかその論理だったあるボリュームのある存在にはなってないのかも現状なってない状況でもどんどん書いていくとなんとなく見えてきたりもするんでそういうのをやってみるといいんじゃないかなとは思いましたねその走りの部分でと。 こ今、画面に出ている、はい、え真ん中あたり、はいえっと、今になって思うことは自分の絵や表現の良し悪しは、はい、絵の結果に表れているから、はい、別に他人に説明する必要はない、はいえっと、すごいなんか分かる気がしますし、はいえっと、そもそもうまく言葉,にで言葉で説明する必要はあるのか、まあ、これも分かる気がします、はい、なんか両方とも、まあ、要は美術っていうのを言語にする必要がそもそもあるのかと。 海外だったら見てて感じてくれとと、うん、いうことですよね、うん、そこにすそれが全てじゃないかっていう、うん、僕も絵を描くのですごくこういう気持ちは分かります、うんはい、ただんていうかこういうことっていうのは、うん、うすごく僕は同意するんだけど、うんえっと、それをそのなんか興味を持って例えばいろいろ質問してくれるような、うん、えっと 自分の絵にですね自分の絵に興味を持って質問してくれるような人に態度として出すべきじゃないなとはすごい思っていて、うんはい、あの別にそうですねくいだからえっと内側の部分でこういうことは僕も思ってるんだけど、うんえっと、でなかなかその言葉に置き換わらないと思ってるんだけど、うんうん、でもえっと そういういコミュニケーションのきっかけがある場合は相手から、はい、あの全然放棄はしたくないしそれを僕はいろいろ喋ったからといって、はい、あの言葉で伝わりきるとは思ってないんだけどなんとか言葉を並べて、うん、なんかこういうことをやろうとしてるんですってことを、うん、あの伝えようとする姿勢みたいなのは見せるべきだなと思うんですよ。うん、あのそれでで伝わわりきるとは思わないですけど、うんはい、だから なんかそれをでも結構表に出しちゃう人っていうのもいるじゃないですか <laughs> 見れば分かるだろうみたいない<や>ああいうの僕よくないなとは思いますね。<laughs> うん、コミュニケーションにななななっていいよみたいな、うん、なんかそのなんかこの絵なんかいいなって思ってくれるから、うん、まあっていうか少なくとも気になるから、うん、こう話しかけたりとかしてくれたり、うんね、これどういうことなのとか聞いてくれてるわけだから。うんうん なんか一歩歩み寄ってててくれてるわけですねそれに対して自分も一歩ぐっと歩み寄る姿勢が大事だと思うんですよ。ポ,ン, <laughs> ポン,ンじゃなくて<ン>やっぱぐっとお互いこうなんか分かり合おうとするっていうかう、ね、だけどやっぱり美術なのでなこの言語のやり取りで越えられない壁は絶対あるとは思いますけど分かり合おうとする姿勢が大事なななんじゃないかなと僕は同級生たちと自分の作品 いやその他の人の作品っていうのをどう感じたのかとかえ何を思っているのかっていうのをちょいちょいこう聞く機会っていうのがたくさんあったんですけどやっぱそこで何て言うかそういうコミュニケーションの機会があったんでだいぶ鍛えられたなとは思いましたねそういうのを何て言うかなんとなくこう放っておくみたいな。 離れ離れにしておくんじゃなくてやっぱ興味を持ってそれは何を考えていてどういうことなんだっていうのをちゃんと質問した上で「そんなことやっぱり考えてるのね」みたいな自分の感じ性とは違うところでこの絵は組み上がっているんだみたいなのを感じ 取れるしやっぱり自分もその説明を尽くしていこうとしてそれによって得られたものっていうのが多かったんでこういうところにしっかり興味を持ってあの踏み込んでやっていくっていうのは割とあの勉強になるなと思いますうん、うん、のでどんどんやっていってくれればいいかなと思いました。ななこででではははい今日は以上になりまますすそれではまた次回です そうじゃね、さよなら。